はい、皆さんこんにちは、グラブアーティストシンです。今日はこちらのガラスのね器にお花を生けます。この形状からして中にねこうフローラルフォームを吸水性スポンジをね入れることはできませんね。以前ねこういう器の場合にこのブーケホルダーなんかを使用してここにお花を生けるというね方法は皆さんにお伝えしましたが、今回はこのガラスの花瓶に直接お花を生けていきます。その時にいろいろとね竹串とか、こうワイヤーとかを使っていろんなこうテクニックを駆使していくんですが、そのあたりが今日はね見どころだと思います。ではですね早速今日の花材紹介からいってみましょう。どうぞ。ヘルコニア将軍、アンスリウム、アジサイ、セダムグリーン、オクラレッド、ガーベラ赤紫、ドラセナレッド、トクサ。はい、ではこちらの器にお花を生けていきます。お水は今このくらいまで入っています。このお水の量は刺す花の量に合わせてこうこぼれない程度に入れておきましょう。そして最後にお水を足すようにすると良いと思います。では始めていきましょう。はい、ではこれからアレンジを始めていきます。まず最初にこちらのヘルコニアをこの器に入れます。ただこれこのまま入れるとねこう、この先がこのグラスの口より下に来るんですね。まあデザイン的にね、例えばこれを1本上に入れて終わりっていうんであればこれいいと思うんですが、この口元にねちょっとお花をこうアレンジしたいなと思ったらこのお花がもう少しこう高いといいんですね。このように、ただこのままだと落ちてしまう。なので今回はこのね口の下にこういうねワイヤーというかこれ園芸品で売ってるお花の支柱ですね、を使います。でこの支柱をこのねヘルコニアの下の部分にこれまあ簡単に刺さりますのでこのように軽く差し込みます。でその時にこの支柱がまっすぐこのヘルコニアの平行にねでこのように入るようにしてください。これ曲がると中でガラスなのでつけて見えるのでそれだけ気をつけてくださいね。はい、ではヘルコニアを実際に出てみます。はい、このような状態ですね。このヘルコニアの先端がこのグラスのね口元より上に来てるのが分かりますかね。このような状態にしてこちらにアレンジをしていきます。はい、ただ今ねこの状態ですとこのヘルコニアがこの器のねこのヘリにどっかしらこうぶつかって止まってる感じなんですね。そうするとねこのヘルコニアの重心がそこにこうかかってくるんでこの器のねこう倒れやすい状態になってしまってるんです。なのでこちらをこれから解消します。そのためにはこの器の中心あたりにねこうやってヘルコニアがいるといいんですね。ただねほらこうやってフラ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 しちゃってるんで、これを止めるためにここで、こちらのこの竹串をね使用します。では実際ねこの竹串を使ってヘルコニアをこの器の中心にね止めていきましょう。はい、こちらアップできます。今ねこれがこうやってこのヘリに
ヘルコニアの茎が当たってる状態ですね。それをこの状態にするにはここに竹串をこう刺して中心を止めます。なのでこのヘリに当たる部分ですね、ちょっとこう指で押さえてあげて、で一度こう器を外に出しますね。器の外にヘルコニアを出して、でここの部分に押さえた部分に竹串でヘルコニアをこう貫通させます。はい、このように貫通しました。でそしたらこう器で測ってね、この竹串の長さをでこのようにカットしていきます。でちょうどいいサイズになったら入れて、このようにヘルコニアを真ん中で留めましょう。はい、このような状態でヘルコニアが止まっております。ではこちらにアレンジをしていきましょう。